こんな時はおブルーシーター、ありがとう。お疲れ様です。本日はここにある傾斜のヤギを、こちらのね対比場の横に傾斜のわらだろ、あ、テイク2、傾斜のわらをこちらの対比場の横に運んできたのですが、ヤギたちはね向こうに引っ越すので、もうここではこのわらは使わないので、本日はこのわらを軽トラに乗っけてわーちゃんの牛舎の方まで運んでいきたいと思います。ヤギの牛舎に撒くのはもちろんなんですけど、あのおばあちゃんの畑にも雑草対策としてあの巻きたいなと思ってるので、まあ、多分これ全部持ってってもそれでもうその分で消えちゃうかなとは思うんですが、まあとりあえず今回は運んでいきたいと思います。じゃあ運んでいくか。地面からちゃんとこう浮かして保存しておくと綺麗な状態保てるね。そうね、一部ちょっと雨漏りしてダメになったのがあったけどね、傾斜の方で。あしっかり保管しておくとこのように全然状態が違いますよね。保管方法の大事さがよく分かりました。ばらけてるのもありますね。結構広ある。何？背負い投げ。ああああ。すごいね。やばい。こんな量あったんだね、まだ。軽トラに乗せてみると。意外と。全部落ちるな。ちょっと待ってや、シートでグッてやればいける？まだ。あ、いける？うわ、大量大量。よし。ちょっと全部かな。よし。山盛り無事詰め込みました、はい、これを、牛舎の方へ運んできます。また向こうで保管場所はちょっと作って地面に浮かして、置き場所は作っておく感じで、はい、とりあえずはこれでこれを運んでね運ぶために帰ります。無事家まで到着しました。早速ですがこれをねまた保管していきたいと思います。ですがこれを保管する前にまずやらなきゃいけないことが、はい、では、保管していくのですが、結局保管するといってもねこの畑の地面に置いちゃ結局意味ないので、置き場所をちょっとまた作ってそこに置いていく感じにしたいと思います。ちょうどここが
牛舎ですね、牛舎の裏の、ここあたりに、保管できたらなと思いますので、地面に直置きにならないようにね、土台をまずは作っていきたいと思います。ここにね、牛舎から出てきた廃材が溜まっているので、こっからなんか使えるようなものを見つけれたらなと思います。でもコンパネはあったから、こういうのか、こういうので、ね、藁の着る分には大丈夫か。うん、大丈夫だな。よし、はい、では、ここに藁を運んでいきたいと思います。よいしょ。さてさて、運んでいきますか。ケースがあんだけ山盛りの量をこの板に乗せきるって、うまく固定して乗せていかないとできる。よいしょ。これは脇線は脇を並べた時みたいに、こう交互で置いていく作戦でやってみます。これならどうだ、最初寝るんじゃないかな。よし、こけてる気がする。剥がれてあると、普通ならめちゃくちゃ運びやすいけど、今回はこの一玉一玉の方が挟みやすいというか置きやすいですね。はい、ストロールになってるのをバラして一玉一玉で。びっくりした。うわうわ、なんだこれ、アリの大群だ。こりゃ傾斜に今下の方に置かれてた藁なのかな。これはちょっと使えないな。この全部巣にされちゃう。こんな見たら、この藁は堆肥場行くかしょうがないな。この薪みたいに交互に置く、うん、ってやり方で置いてますね。この幅しかちょっと置かないで。あ、オッケーオッケー、それでいきましょう。なんか気持ちいい気温になってきたね。そうだね、
風も気持ちいいし、あ、ほんと気持ちいい。お昼寝できそうな、ここでできるよ、うん、わら、わらベッド。なんかアリがいっぱいいるけど、いや、そうなのよね、マジでなんか、グラグラしてきてるやつね。大丈夫、そりゃ揺らそうと思えば一緒に寝るでしょ。あ、まあまあ、そうかそうか、さすがにまっすぐにやっぱ生まれとるもんね、うん、しっかりミルフィーユ状に。最後、あ、マジで、もうここの全部積んだ後に上にブルーシートとかそういうのないから、何をあれして雨対策をするかが今ちょっと悩んでたと思うんですよ。お、何がいいかな。うわ、これもアリだらけ。下の方はアリがいたんだ。多分そういうことか。やばやば。アリの巣になっちゃう。もうこのアリのはちょっと大量にいたのは羽の毛だった。うん。巣にいたんだよ、アリは。ブルーシートがないって。ブルーシートない、こんな時は。おお、ブルーシート、ありがとう、おとえもん。もうちょっとちゃんとやってよ、糸田くん。それはひどい。あれ、でもおとえもんがブルーシートを出してくれた、これはありがたい。このフットの下の4次元ポケットをかぶってたんだ。しかも割とちょうどいいサイズを出したよ。この喋り方すら抜き通すのか。あとは任せたよ、おとえもん。左ブルーシート。皆さん、これが弟のキャラ崩壊の瞬間です。弟、ついにキャラ崩壊です。少しはみ出したね。どうしたらいいの、おとえもん。ちょっとはみ出しちゃってるよ。こんな時はもう一枚あるんだ。ジャイアンが出てきた、今度は。助けてよ、スネ夫。悪いね、のび太。このブルーシートは僕専用のなんだ。これで、はい。おー、これはアリってこと。そう、アリ、アリだけのアリがおるから。おお、やっぱでも綺麗に詰めるね、この積み方だと。あの薪の時にやった積み方を参考にして積んだんだよ。もう縦であれしちゃうとピラミッド型になって絶対あれだなと思ったから。そうですね、はい、薪の時に俺が教えた方法。いや、あの自分でひらめいた、はい、弟からそうだね教えてもらったやり方ですけども、はい、というわけで無事、運べました。運んできて保管もできました。はい、まあ、今回もしっかりこの地面からこうやって浮かしてるからいくらかはマシなはず。で、うん、左にはこの木があるしね。この木でいくらか雨もガードされるし、一応まあ若干軒下の下にもなってるというか、まあこっち向きの雨なら大丈夫だね。うん。まあまあまあ。うん。軒下から水滴が大量に落ちる、うん、それでこの下には廃材がいっぱいあるから跳ねる、うん、それで藁にかかる、下から運び直す、ピタってこうピタピチャが、あ、ピタピチャが、うん、この藁になって、うん、シナピタピチャピタシニャ、うん、運び直すか、まあ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 様子見で、そう、あまりにもひどかったらちょっと移動させよう。このブルーシートが大きいだったら、ま、弾く、完璧に弾けるわけですね。確かに古いやつです。はい、じゃあひとまずは、うん、ひとまずは、まあ、雨降った日にちょっと様子見で、そう、まあ、そんなすぐに腐る、うん、ないし、だから、まあ、その間で多分畑とヤギのあれでなんだかんだで多分使い切っちゃうと思うから、うん、
まあ、それまでの一応保管としてね、うん、まあ応急処置、うん、そうです、はい、まあ無事運べたということで、はい、では今回はここまでにしておきたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、でもこの上めっちゃ気持ちいいんじゃない、見たら崩れるよ。うわー、めっちゃでかいこの上で。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。